丹那盆地の前景丹那盆地は、静岡県田形郡神奈波町の東部に位置する盆地。神奈波町丹那畑の2地区にまたがる。全国的には、世紀の難工事となった丹那トンネルや、北伊豆自身の記憶を止める丹那断層の存在が知られるほか、静岡県東部の学校給食に供される丹那牛乳などでその名が親しまれている。箱根山麓から、 伊豆半島にかけて伸びる北伊豆断層帯の西園に位置する外周 4km 程度の小さな盆地である。標高は約 230m。盆地の南北に細長い谷が走り、北側には田代盆地や軽井沢盆地などのさらに小さな盆地群が連なる。これらはすべて北伊豆断層帯の活動によって生み出された構造盆地である。盆地の中央部には タシロボンチから連なる丹那断層が貫いている。付近一帯は、熱海火山由来の火山岩の地質であり、地下には、砂歴層が存在する。これが、断層破砕体の存在と、相まって、豊富な地下水をた,たえており、丹那トンネルの掘削時には大量の水が溢れ出す、こととなった。建設当時、この地質について詳しい調査が進まなかったことも、16年に、 及ぶ、南高寺の一員となった。なお、丹那トンネルからの大量の漏水は現在でもあたみ、寒波の上水道の一部となっている。1930年には、北伊豆断層帯に、ズレが生じたことが原因で、当地をマグニチュード7.6の大地震が襲った。この地震の後、地域一帯に、 大きな地盤のズレが発見され、特に、丹那盆地付近では、変異2.5から3.5メートルもの大きな横ズレを観測し、盆地南東部では、その一部が露出した。この断層は当時建設中であった、丹那トンネルの建設にも影響を及ぼすとともに、地震学の面からも大きな注目を浴びた。1935年には、天然記念物の指定を受け、現在も、 断層公園として、当時の状態のまま保存されている。また2012年9月25日には、神奈美町を含めた伊豆半島全体が、伊豆半島、ジオパークの認定を受け、その中で、丹那断層周辺が、ジオサイトに登録されている。盆地の外縁を取り囲む形で環状に集落が、築かれており、平地部はほぼ全域にわたって農地が広がっている。 これはかつて水を得やすい地域に田を開いた名残である。盆地の中心部には、当地の落農業の開拓に努めた地主、川口家の邸宅跡がある。かつては、敷地内に木が多い茂り森の様相を呈していたが、現在は、ほとんどが伐採されている。盆地の外周道路は、伊豆の国市から、神奈美中心市街地をつなぐ静岡県道135号。 田原や神波停車場線の一部を形成する。南側の山腹には、熱管街道の名で知られる、静岡県道11号熱海神波線が盆地を迂回するように走り、熱海市から三島市や神波町中心市街地へ抜ける動脈をなしている。かつては十国峠を越える旧道が、田代盆地の北西へ伸びていたが、高野巣山トンネルの開通によって、 熱海・神波間のアクセスが格段に向上した。この名残で旧道と新道の両方が県道に指定されているが、現在では旧道を通る車はほとんど存在しない。盆地北部の地下を JR 東海道本線及び東海道新幹線の線路が横切っているが、盆地内に鉄道駅は存在しない。このか、丹那地区と田地区を結ぶ公共交通機関は存在せず、 また山間部のため徒歩でのアクセスも困難なことから、一般客が出向くには自転車、自家用車やタクシーなどを用いるしかない。盆地外周の北東部には、神波町立丹那小学校があるが、地区内に中学校はなく、神波町中心部にある神波町立、神波中学校の校区に含まれる。通学困難解消のため、当地区まではスクールバスが運行している。 富士山を望む高原地帯に位置し、伊豆や箱根などの保養観光地にも隣接することから、盆地南側の斜面には、南箱根ダイヤランドなどの別荘地が広がっている。南箱根ダイヤランドは1971年に分譲を開始した大型別荘地であるが、近年では定住化、高齢化も進んでいる。主産業は農業で、水稲、畑作と楽農業が中心となる。 特に、タンナ牛乳は、当地の特産品として知られており、盆地の北部には、地区の看板とも言えるタンナ牛乳のロゴを冠した、工場が立地している。古くは、交通不便の小盆地のため農民の生活は、貧しかったが、明治12年、地主の川口周平ら有志によって牧場が開かれ、アメリカからホルスタイン種を輸入、牛馬の飼育が励行された。1890年には、 新田大八郎らと共に、伊豆三馬会社を設立、搾乳業を開始した。馬の出荷は、その後廃止されるが、森永製菓の三島工場の創業などもあって、牛乳の販売は軌道に乗り、大正時代にかけて、丹波盆地は、落農地帯として発展する。川口周平の子、川口昭助を称える石踏み、渇水問題に取り組み、落農業の発展に努めた。 タ那ナトンネルの建設にも貢献している。タ那ナ盆地はかつて山水商宅に恵まれ、水筒のほか、わさびなどを生産していた地域でもあった。ところが1918年に始まったタ那ナトンネルの建設に伴って、大量の地下水が流出し始める。1920年代には渇水の深刻化にあえぐ村民の抗議により、政府の見舞金と鉄道省からの保証金が下りる。 こととなった。豊富な水資源を失った丹波ではこれを元手に、落農業への転換、強化を図っていくこととなる。戦後間もない1947年、現在の神奈美東部農協の前身となる、神奈美村東部畜産農協が成立。1955年に牛乳工場が創業し、1958年には学校給食への導入によって、 販路を拡大した。その後も乳製品加工事業の展開など発展を続け、今日に至るまで地域の一大産業となっている。観光施設として、丹ナ牛乳の工場に隣接して、酪農王国オラッチェが1997年にオープンし、特産品の販売や酪農体験事業などを行っている。また、2012年のジオパークの成立に伴い、 断層公園を中心とした観光向けの整備も行われている。猫踊りが当地の伝統行事として知られている。丹那盆地の北に位置する軽井沢の民間伝承を元に地域おこしとして1988年から始まったもので2017年には30回目の開催を迎えている。かつては丹波地区のみで行われていたが現在では丹波朝鮮行の祭りとなり、 毎年商店街や中学校、狩野川菓子などで、カンナミネコ踊りの名でも用されている。2005年に NHKBS2 で放送されたアニメ、絶対少年では、丹波盆地をモデルにした、天才という集落が舞台となった。これは、脚本の伊藤和則が熱海に在住しており、田舎を舞台にした物語を考えていた際に、丹波盆地を訪れたことがきっかけだったという。 このアニメでも猫踊りの祭りと、その伝承が題材となっている。他に、丹波盆地に関係するメディアとしては、貞子で有名なホラー小説、映画、リングがある。事件の発端となった呪いのビデオの最初の被害者は、貞子の死体の捨てられた井戸の上に建てられた、南箱根パシフィックランドの貸別荘に泊まっていた4人組で、あり、これは、南箱根ダイヤランドの建物が、 モデルになっている。ありがとうございます。